延沢銀山は、室町時代から採掘された銀山で、かつての出羽国にいました銀山。現在は延沢銀山遺跡として残る。室町時代のご花園の天皇の時、交渉2年、加賀国の金沢を出発して、欧州から出羽にかけて、名山巡礼した、義家一郎左衛門が、かつての軽井沢峠の白山神社に宿したところ、お告げで功績を発見したと伝えられる。 議会一郎左衛門は、その功績を携えて、田島国へ赴き、陸の銀山の作兵衛に、功績の鑑定を依頼したところ、銀が含まれていることが判明した。長六元年、議会一郎左衛門と作兵衛の二人が、三十人の甲府を集めて、採掘を開始したことが、銀山の開港とされている。室町時代末期の元気年間に、野辺沢万丈が、銀山から約二里の地に、 延沢城を築き、この地方一体ともに銀山を治めた。延沢氏は、最上義満と対立したが、天正五年に和睦して、最上義満の娘であった松尾姫を嫁に迎えたことから、最上氏を支えた資金の一部ともなった。江戸時代初期の元那八年に、最上氏は、家中の内紛を理由に、幕名で改易され、山形城を廃領した鳥居忠政に、 延べは銀山の所葛も移行した。徳川幕府が鉱山採掘を推奨したことから、鳥居田雅は新たな行動を開いて採掘規模を拡大させた。三大将軍の徳川家光の時、家徳を引き継いだ鳥居田達が寛永13年に死亡すると、山形城主に家光の異母帝である星名正幸が配慮し、小花沢両並びに銀山は、 寒川豪大館の小林重郎財門が玄関した。五公義山となった銀山で採掘された吹き銀などが、官営年間から江戸へ送られるようになると、さらに銀山で働く人足は増加し、商法3年まで採掘量が最も多く盛況となった。官営17年7月には、米沢藩の農民も田畑を捨てて銀山へ赴くようになり、 農地の荒廃が進んだことから、米沢城主の上杉貞勝が、他藩の銀山への出稼ぎをご法度ととしたほどであった。しかし、慶安3年には、採掘量が正教寺の約半分となり、次第に行動に水が湧き始め、漢文11年から遠方3年にかけて、資金をかけた大規模な水抜き工事が行われたが成功せず、次第に採掘量が低下していった。 ありがとうございます。